何の用だ。喜べ。お前のように邪悪で卑しい生き物であっても永遠の炎の栄光のために働ける。誰かが戦場の死体を始末せねばならん。集団墓地でまだ朽ちていないものを士気が怪我している。けしからんことだ。それが俺の一日一善か。ついでにかなりの儲けになる。ウィッチャーはただ働きをしないのだろう。わかった、引き受けよう。これは功績の一つとみなされる。人生で善行をなすほど物事はより神聖になり、まあとにかくこれが精油だ。たっぷり振りまいて火をつけろ。いいな、空高く火を上げろ。永遠の炎の栄光やその他諸々のために。死体の焼却が済んだらどこで会えばいい。ノビグラドへ向かう橋の近くにいる。ほら行け。確かに集団墓地の匂いだ。精油をかけよう。よく燃えるといいな。次はイグニだ。確かに集団墓地の意味は精油をかけよく燃えるといいな。次はイグニだ。生きていくやつがいたか。
祖司祭の次は屍ぐらいか。この忌まわしい町にはこりごりだ。司祭？いつもの約束だった。物の量がやけに多かったが、いい客だと思った。だが奴ら剣を抜きやがった。それは永遠の炎の司祭の話か。そうだ、やっぱり生臭坊主は信用できん。あいつは高品質のフィスティックを3回注文した。全て順調だった。だが4回目に手下が襲ってきた。俺たちを始末するためにな。俺は死体と一緒に捨てられた。後をグールに任せたんだろうな。でその司祭はウィッチャーを雇い、死体を燃やして証拠を消すよう命じたと。ウィッチャー、つまりあんたか。何をする気だ。死体以外を燃やせとは言われてない。噂が本当でよかった。変異体でもその生き方には信念があるってな。ありがとう。次はイグニだ。走れ。さて、ウィッチャー、仕事は完了したか？なぜ今頃になって司祭が死者に興味を持つ？永遠の炎教会の本分は聖ある者の救済だ。戦の後、我々がどれだけ貢献したか知る由もあるまい。負傷者には手当てをし、難民には宗教的援助をした。礼拝では説教を行い、寄付も募った。それはそれは、お前がいなければ世の中は大変だったな。墓地の始末をした。実に奇妙だな。死体の一つは生き生きとしてた。しかもかなりおしゃべりだった。何が言いたい？フィスティックの売人だ。その一人が生きていた。面白いネタを持っていたぞ。ほう、興味深い。そのネタは買わせてもらうとしよう。永久に、そして独占的にな。俺を雇うのは自由だ。だが買収できると思うな。手詰まりか。それでは殺すのが一番安上がりだな。3対1だ。ウィッチャーであろうが何とかなる。殺せ。火破りだ、悪魔の米。思い知るがいい。